ヤ族が素手で大蛇を狩る理由。アフリカ大陸西南部に位置するカメルーンには、バヤ族という民族が住んでおり、チームを組んで巨大なヘビを狩りに行きます。その巨大なヘビとは、アフリカニシキヘビといい、大きい個体だと体長6メートルにもなるアフリカ最大のヘビです。少し想像しづらいですが、2021年に脱走してニュースになったアニメニシキヘビが 3.5 メートルなので、およそその倍の大きさの大蛇です。このヘビは哺乳類が掘った穴を住処にします。バヤ族はこの穴を狙って狩りをします。穴の入り口から見て姿が見えなければ、今度は上から穴を掘るのです。この時ヘビが逃げないように、しっかりと入り口を塞ぐ人を選任します。十分外れ役と言えますが、以前は自らの足に噛みつかせてヘビを釣る役割があったくらいなので、バヤ族でもコンプライアンス意識が芽生えているのかもしれません。また、バヤ族は日本のように一気に獲物を仕留めることはしません。敬意を込めて命尽きるところを見守るのです。このように私たちとバヤ族は正反対の文化を持っています。アフリカニシキヘビは巨大な体を敵に巻きつけて攻撃しますが、人間が巻きつかれても失速は免れません。なぜバヤ族は危険を冒してまで素手で狩ることにこだわるのでしょうか。それはヘビの皮を傷つけないためでした。アフリカニシキヘビは一頭捕まえるだけで大量の肉が手に入り、昔から様々な取引に使われていました。そして近年になってヘビの皮にも高値がつくようになり、少しでも価値を残すために武器を使わないのでした。太刀や弓で攻撃したモンスターの皮を買い取ってくれるモンスターハンターの世界はかなり良心的だったのです。それが命知らずのハンター集団バヤ族なのです。